我らの誰一人歯が立たぬとは。さすがはフェニックスのナイト、感服いたしました。あれが話に聞いていた。物資の不足はございませんか。こちらですね。ご武運を。ウェイド卿、こちらの支度ができた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動、広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが、部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。随分な頼られようだ。正直に言うと、クライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド卿、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労、丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力、本衛隊。ああ、奴らを倒す。我らはポートイゾルデ側。クライブ様、ご分を。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。ですが我々の存在が知られてからは奴らに追われる身に。今回の作戦はそれを逆手にとって、自分たちを餌に本衛隊をおびき出したというわけです。乱暴しやがって。間もなくビュイット大橋に。お二人ともお気をつけください。なんだお前は。黒騎士の本衛隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに盾つくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは、探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様、ウェイド、ジル、行くぞ。総員、種火の守り手を粛清せよ。逆賊どもを生かして帰った。敵増援。くそ、大橋からは想定外だ。慌てるな、かっこ撃破するぞ。あらてよ、軍用ビルム。こいつらで足止めする気か。お二人とも、ケ
警戒を。残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。逆賊め、我が英邦に散れ。していた黒騎士でしょう。こいつらさえ倒せば、もう一息だ。勝ったわね。ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本衛隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。俗領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが多くの民を苛んでいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて。まだ不死鳥の火が残っていると、ロザリアの民に希望を持ってもらえるように。そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド教、さて派手に立ち回りましたからね。ここも直に衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。
しかし種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて。難しい立場のお人ですから。それでも俗領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い、感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さあ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド卿。何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。気のおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める。おじはそういう人だ。貴様か、老いの名を語る不届き者は。残念だったな、クライブはとうに死んだ。愚かな賊めが、今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。この我こそは聖騎士クランダル・キャメロット。聖女シビルが使徒。遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。今しき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、魔導役はあなたが一番だ。ハハハハ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。
した。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやって。そのせいで、わしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラザフォード、食事の支度だ。急いでな。最大級のもてなしを。おじさん、クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。ほれ、座れ。ラザフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの凶行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない。まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのは精一杯でな。ウェイド卿からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。ハラウィを越えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。マザークリスタルか。はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実さ。それは間違いない。ならば叔父として可愛い甥に力を貸すさ。なぜ真実と。お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかね。そうかもね。老いの名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。お前があの滞在人シドだったとは。アリシヒの好青年も今ではすっかり悪党か。なら、わしも今日から悪党の一員ということだ。さて、ドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。血がたぎるわい。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。
だから私は人形になった。命の重みなんて知らない、ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。ジル、私は人でありたいの、クライブ。あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したこと、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時、君がそうしてくれたように。ありがとう、クライブ。その時にはきっと、今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。ドレイク・ブレス、鉄王国か。一度ビビアンから話を聞いておこう。イヴァン、何を読んでるんだ？ヴァリス・ゼア・ショック機構です。語り部からお借りした本なんですが、これには魔物の調理法が書かれているんですよ。魔物の調理？ええ、この本にかかれば全ての魔物がごちそうに思えてきます。姿焼きから甘味まで、いろんな魔物料理が。ああ、一度でいいから食べてみたい。挑戦してみる分には止めないさ。でも魔物を捕まえるとなると、ひ弱な僕にはとてもとても。だからシド、お願いします。食材の調達に力を貸してくださいませんか？やれやれ、そこまで熱心に言われたら仕方ない。さすがシド、ありがとうございます。それでどんな料理を作るつもりなんだ？はい、この本の中でも特に目を引かれた魔物の煮込みシチューにしてみようかと。ですが問題があって、何の魔物を使うのか肝心なことが書かれていないのです。食材のところには魔物の肉、至魂の重宝と記されているだけで。他に手がかりは？そうですね、ロザリアさんが特に濃厚とあります。ロザリアに住む魔物の肉ということか。マーサの宿にいる商人なら何か知っているかもしれない。早速行ってこよう。
いる頃はやけにカロンになって。今日は何か、何が欲しいんだい。いい選択だ。じゃあね。念入りに念入りに。ポートイゾルデにはロザリア貴族が残っている。何か用かな。はい、どうぞ。よろしく頼むぜ。来てくれたんですね。こちらがあなた宛に届いた品です。時々覗きに来てくださいね。もう魔物討伐の。クライブ、ちょうどよかった。どうした？ブラクソーンのことで気になることがあって。このところどうもあいつの様子がおかしい。一緒に酒を飲んでいてもどこか上の空さ。何かあったのは間違いないんだが、俺には言ってくれなくてよ。ブラクソーンが困っているなら。なんとか解決してやりたいんだ。頼む、クライブ、手を貸してくれないか。わかった、力になろう。助かるぜ、クライブ。ひとまずブラックソーンと話してみるか。ああ、頼む。あんたと一緒ならブラックソーンも口を開いてくれるかもしれない。俺は先にあいつのところへ行ってるぜ。これでやっと鉄王国に。なんだクライブ、オーガストと一緒とは珍しいじゃないか。二人して何の用だ。あんたの様子が気になってな。俺でよければ話を聞こう。なんだと。
オーガスト、てめえ余計なことを吹き込みやがって。なあブラックソン、悩みがあるなら言ってくれよ。俺には無理でもクライブならきっと何とかしてくれる。俺はお前が心配で。すまなかった。別に悩んでたわけじゃない。ただどうにも調子が乗らねえだけさ。何かあったのか。先日カローンがある革鎧を仕入れてな。そいつは今まで見たこともない革でできてやがった。どうやってなめしたのか見当すらつかない。まさに一級品の革だ。俺も腕には自信があったが、世の中に自分よりはるかに腕の立つ職人がいると思うと少し悔しかっただけだ。もういいか、仕事の邪魔になる。よそへ行ってくれ。ブラックソン。ブラックソンのやつ、あんなことを気にしてたんだな。ああもう自信をなくしちまってるとは。一級品の革というのがそれほどの出来だったんだろう。その革を調べてみるか。もしかしたらブラックソーンが自信を取り戻すための手がかりがあるかもしれないからな。付き合ってくれるのか。隠れ家の鍛冶師があの様子じゃみんなも困るだろう。それに奴に威勢がないのは俺も寂しい。ありがとうクライブ。カローンが仕入れてた革鎧と言っていたな。彼女に話を聞いてみよう。カローン、今いいか。先日仕入れたという革鎧について教えてほしい。ブラックソーンが気にしてた鎧だ、覚えてるか。ああ、あれのことかい。偶然出会った革職人から直接仕入れたものでね。自分で素材を集めては一点物を作って生計を立ててるっていう変わり者さ。でもうちの店では保全しきれないし、高く買うって小塚がいたからもう売っちまったよ。その職人とはどこで。私が会ったのはダルメキ山で仕入れに行った時だ。自分で狩りをするような懈怠な職人だったからね。今どこにいることやら。そうか。あ、お待ち。そういや次にドズメアの川を狙うとか言ってたね。ドズメアってのはかなり珍しい魔獣なんだが、石の剣の連中が最近ザンブレク領で見たって聞いたぞ。サロンのリスキーモブ掲示板に何か書かれてるかもしれない。ありがとうカローン、参考になった。いいってことさ。オーガスト、俺はこのままザンブレク領へ向かい
ドズメ屋の出たあたりで革職人を探してみる。それじゃ俺は引き続き革鎧の方を調べよう。一点物で生計を立てているとなれば名の売れた職人かもしれない。なるほど、そっちは頼んだぞ。ポートイゾルデにはロザリア。ロズメアが目撃されたのはこの辺りか。近くに革職人がいるといい。
ていた。どうしたトルガル。あれは人か。大丈夫か。はい、危ないところでした。ドズメアに背後から襲われ、戦う間もなく気を失っていたようです。無事で何よりだ。私は革職人のカミル。助けていただいてありがとうございました。革職人？もしや以前カローンという商人に革鎧を売ったことが。ええ、覚えていますよ。私の革鎧を高く評価して買い上げていただいた方ですから。結構値切られましたが。でもなぜあなたがそれを。その商人に話を聞いてあんたを探してたんだ。そうだったのですか。うちの鍛冶師も相当な腕だが、あんたの革鎧を前に打ちのめされてな。嬉しいです。そんなに評価していただいて。ドズメアを仕留める凄腕の傭兵さんが認めるほどの方。同じ職人として何とか力になってあげたいですが。そうだ、この品を差し上げましょう。これは？その革鎧に使っていた花崗革です。手元にある分だけですが、ぜひ鍛冶師の方にお渡しください。いいのか。ええ、助けていただいたお礼です。製法まではお伝えできませんが、その革が何かのきっかけになれば。それにあなたがドズメアを倒してくれたおかげで目当ての革を手に入れられましたから。なら遠慮なくいただこう。そうしていただけると。ではそろそろ次の狩り場へ向かわなければ。鍛冶師の方にもよろしくお伝えください。ああ、世話になった。早速ブラックソーンに渡してやろう。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなでマーサを支え。旦那、何かご入り用で。至魂の重宝と呼ばれる食材を探しているんだが、何か知らないか。おや、ずいぶん古い言い回しだ。至魂の重宝はローランドスコーピオンの尻尾ですよ。殻をつけたまま煮込むことで肉が紫色に染まるんだとか。昔は戦の時など食料不足の折に食されていたようですが、今となっては珍味の類で、この辺りの商店ではどこも取り扱っていませんね。そうだったのか。その魔物はどこに生息しているんだ。確かここから少し離れたスリーリーズ湿地だったかと。ありがとう、探してみよう。
るもんだけだよ。ほらよ、道中お気をつけて。いらっしゃい。持ってってくれ。ほらよ、毎度。次もごひいきに。危機は去ったわけじゃない。気をしろ。もう出ていく。異常はないようだな。重宝が取れるのはこのままか。これが至高の情報。新鮮なうちにイヴァンに届けよう。シド、至高の銃砲は手に入りましたか？ああ、これだ。ありがとうございます。って、まさかこの毒々しい殻付きの肉が？至高の銃砲の正体は湿地に出るスコーピオンの尻尾だったよ。なるほど。よし、とにかく作ってみよう。少し待っててくださいね。できましたよ、シド。魔物の煮込みシチューの完成です。早速いただきましょう。さあ、シドからどうぞ。あいにく今は腹が減ってないんだ。後で食べたいって言っても遅いですからね。それじゃ、いただきます。モルボルの臭い息に勝るとも劣らない鮮烈な臭みが口の中に。でもそれを超えた先にとろけるような肉の食感と芳醇な旨味が広がっていく。鼻がもげそうですけど
こんなに美味しい料理は初めてです。なんて幸せなんだ。ありがとうございます、シド。そうか、よかったな。これは僕だけが食べるのはもったいない。みんなにも食べさせてあげないと。後で料理長のモリーさんに交渉して献立に加えてもらわなきゃ。なあ、頑張れよ。